公認会計士合格したら同じ時期にある試験を2個受けて効率が悪くなるのか人体実験してほしいです。お、人体実験同じ時期にある試験2個はですね、効率は悪くなります。っていうのも、試験 A、試験 B っていうのがあった時に、試験 A を勉強しながら、試験 B の勉強しなきゃって言って、試験 A に身が入らないし、同時並行で勉強していくと、なんていうんだろうな、体系的な理解っていうのができないので、確実にね、効率は落ちるんですよ。だから、人体実験としてはもう結果は分かってるんですけど、これ、考え方をちょっと変えればよくて、例えば、公認会計士とかもそうですけど、いろんな科目あるじゃないですか。司法試験だったら、予備試験で言うと6科目あるんですよね。一般教養入れたら7科目ですけど、例えば憲法と民法って、実際のところ同じ法律とはいえ、もうほぼ別科目なんですよね。だから、その別科目を勉強してるみたいな、そういうノリで、2つの試験を考えてあげれば、すごくいいかもしれないですよね。試験 A と試験 B が、それぞれじゃあ2科目あったとしたら、もう4科目っていう超難関資格を1個受けて目指して頑張ってるみたいな気持ちで勉強すれば、結局のところあんま変わらないかもしれないなって思いました。はい。もちろん効率はね、落ちるんですけどね。